ノイ・エンラーでは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す小都市である。この町は、アルンスベルク博に対する防衛拠点として、マルク博によって建設された計画都市である。人口規模は大きくない。現在の市の構成は、1969年と1975年の市町村合併によって形成された。 経済は、中小企業が中心となっている。ノイエンラーでは、メルキシャー郡東部、ホーホザワーラントと境を接する、ヘネ川上流及びその支流であるボルケ川の谷に一致している。ヘネ川は、ノイエンラーで西部のグローサーアティヒの南斜面から、流出する。この川は市内を北東方向に流れ下り、海抜270メートルのキュントロープの北西から、この町を離れる。 ボルケ川は、アフェルンの南、西のレッケンベルクと、東のイムベルクとの間から流出する。この川は北に向かい、ブリントロープを貫いて、ニーダー平フのンの麓から地域を離れる。市内からは、この他にも多くの小川が湧き出しており、その多くはヘネ川に注いでいる。南部と西部で湧き出した数本の川は、ノイエンダーでの地域の南側を流れるレネ川の、 水系に属している。ヘルメック川の合流点付近には、海抜197メートルの地域の最低地点がある。地域の最高地点は、クビトマンス島が立つコールベルクで、高度は513.7メートルである。この他に、アルテンアフェルンの南約2.2キロメートルのホーメルトや、ホーメルトの東に位置するクライナー・ヘムベルクといった山がある。 面積54.11平方キロメートルの地域は、東西約14キロメートル、南北約5キロメートルの広がりを持つ。2015年12月31日現在、地域は、森林29.40平方キロメートル、農業用、地17.86平方キロメートル、宅地、空き地、 産業用地3.94平方キロメートル、交通用地2.246平方キロメートルに区分される。その他の用地は1%以下である。ノイ・エンラーでは、東はズンデルン、南はプレッテンベルク、南西はベルドール、西はアルテナ、北はヘーマー及びバルベト境を接する。ホーホザウアーラント軍に属すズンデルン以外はいずれもメルキシャー軍に属す。 ヘイマートの市境は長さ 1.3km と極めて短い区間である。現在のノイエンラーデ市は中核支部のノイエンラーデとかつて独立した町村であったキュントロープ、アフェルン、グリントロープ、アルテンアフェルンの各地区からなる。2020年3月31日現在の各地区の人口は以下の通りである。ノイエンラーデの気候は 海洋性気候と大陸性気候との移行部の特徴を持つ。これはこの地方で多く吹く西風の影響によるものである。気温は最高気温の平均が摂氏19.8度、最低気温の平均が低く摂氏0.4度である。1961年から1990年までの年間降水量の平均値は1 2 0 4ト、mm、ル年であった。 2015年5月から2020年4月の月別平均データを以下に示す。ベーレントロープ製鉄路跡この地域では11世紀から13世紀にいくつかの農場と小さな水木が築かれた。この頃にはすでに鉱石の採掘が良好な経済的発展をもたらし、これにより人口の増加が起こった。鉄鉱石は当初約二十カ所の 小さな製鉄所で精錬されていた。発掘により、グートベーレントロープ製鉄所が良い保存状態で発見された。1220年に現在の地域に存在したローデという名前の集落が初めて文献に記録されている。同じ年にノイ・エンラーで近郊のベーレントロープにあったプレモントレ回収動員が記録されている。 13世紀から14世紀にマルクハクは、城塞や都市を築くことで、周辺の領主に対する派遣を確立した。アルンスベルク博領との境界付近に位置するノイエンラーデもそうした都市の一つであった。ゲルハルト・フォン・プレッテンベルクは、1353年に、城塞とこれに隣接する防備を固めた都市の建設を始めた。ノイエンラーデは、計画都市として、 格子状の構造を示している。最初の入植者たちは、かつてのローデ村から移住し、ナイオンレイドに定住することを強いられた。1600年頃のノイエンラーでのブロンズモデルこの町は、1355年7月7日に都市権を得た。これによりがいは裁判権、自治権、市場開催権を有した。市議会は、 11人の議員と市長で構成された。城塞内には工事の裁判権を行使したノイエンラーデの代官が住んだ。公園アムバルには現在も下痢筆林での古木が残っている。城は1521年に炎上し、その後倒壊した。ノイエンラーデは流電車糸の随伴都市として半座同盟に加わった。最も重要な輸出品はこの町で生産された。 小さな鉄製品であった。金製には布製品がこれに加わり、時には重要性において鉄製品を量駕した。16世紀からは従来の製鉄所に加えて高価値の大ゼムント鉄を生産する大ゼムントシュミーデが建設された。1690年頃にはこの種のシュミーデが9件あった。この頃公益は特に周辺都市との間で行われていた。 ノイエンダーでは何度も、少なくとも11回、火災によって苦しめられた。そうした交代が都市の発展を制限していた。このためのイエンラーでは1660年には、スタートレインと記述されている。19世紀になるとこの町に、工業発展が訪れた。レネタールへ向かう、フェステ通りが、レネ川周辺都市との交易を改善し、鉄道と間接的に結ばれた。 1912年にヘネタール鉄道が開通し、この町は直接鉄道号に接続した。ナチ党の権力掌握の前段として1932年8月に3人のノイ・エンラーで在住の SS 隊員と地元の共産党員一人との間で銃撃戦が行われ、強い緊張状態となった。権力掌握後に共産党員や社会民主党員は逮捕され、 牢国内のノイエンダーでの共産党員はベルルに移送された。この町での権力を固めた後、NSTP はクラブ、教会やグループ活動での強制的同一化を進めた。ノイエンダーで体操クラブとサッカークラブはトゥースに統合され、この町の伝統的な共同体、エアホールング1854は活動を禁止された。あるユダヤ人家族は資金不足のために、 国家社会主義的課税政策に基づき所有していた土地を資金不足のために町に売却せざるを得ず、ほぼ全財産を失った。ノイ・エンラーデでは、教会闘争が特に顕著であった。ノイ・エンラーデの福音主義教会に勤めるクラウゼ牧師は、ドイツ的キリスト者の指導者で、国家社会主義を信奉する、国白教会の対局にあった。第二次世界大戦開戦後、 ノイ・エンラーデでは、クルップ・コンツェルンの文工場が特に発展した。ここには、市内の他の箇所でもそうであったように強制労働者が投入された。第二次世界大戦中ノイ・エンラーデでは、比較的被害が少なかった。激しい爆撃で、起業家、ハインリヒズールのズール邸が破壊された。彼の会社は、1889年にノイ・エンラーデで、楽器メーカーとして創業され、 1889年創業の最初で最古のノイエンラーでのハーモニカ工場として活動していた。1945年4月7日の爆撃後、この会社は再建されず、オランダやアメリカの死者は閉鎖された。ノイエンラーでは長らくアムトノイエンラーでの主流であった。このアムトにはダーレ村、ベルドール村、オーレ村が属していた。19世紀末にベルドールは、 独立し、オーレはプレッテンベルクに併合された。ダーレは1969年にアムトノイエンラーデの廃止された後、アルテナに編入された。かつてアルンスベルク軍のアムトバルベに属していたキュントロープは同じ時期にこの新しい町に合併した。1969年1月1日にそれまでアルテナ軍に属していたアムトノイエンラーデが廃止された。 これは、ノルトラインベストファー練習の地域再編の第一段階として実施された。この際、特に、アムト廃止に伴う、農村地区の自治体再編が焦点となった。それまでこのアムトに属していたマチソン・ダーレは、アルテナ市に編入された。同時に、それまで、アムト・ガルベに属していたキュントロープが、ノイ・エンラーデに編入された。かつて独立したマチソンであった。 フライハイト・アフェルン、アルテン・アフェルン、ブリントロープは、1975年1月1日に、行政、地域再編の第二段階として、ザウ・アーラント、パーダーボルン・ポルに基づき、ノイ・エンラーデに合併し、その式となった。カトリックの聖マリアの訪問教会ノイ・エンラーデの、福音主義教会宗教師1366年に、領主が礼拝堂を建設させた。しかし、 ノイエンラーでは長らくベルドール教区の支部であり続けた。ノイエンラーではマルク博領の他の都市と同様に1564年以前にプロテスタント化されていた。ノイエンラーでの教会規則により1564年にベストファーレンで最初のドイツ語聖歌集が出版された。1573年から改革派教会の協議が進行された。 1849年、この町には、福音主義信者1235人、カトリック信者57人、ユダヤ教、と15人がいた。主にカトリック信者が多かった、旧ベストファーレン高領に属していた、宿が合併したことで、宗教分布は変化した。2005年時点では、カトリックが39%、プロテスタントが37%である。 残りの24%は、その他の宗教、または無宗教である。福音主義及びカトリックの教会のほかに、自由教会組織も存在している。また、ミッリー・ギョルシのアンゲット・アヤソフィー・モスクもある。宗教統計2011年の人口調査によれば、2011年には、福音主義35.0%、ローマイコールカトリックが、多数派の36.4%、 その他の宗教及び、無宗教は28.7%であった。2020年3月31日現在、全人口12,212人のうち、福音主義信者は3,838 38人、ローマイコールカトリック信者は3,998人で、4,376人が、その他の宗教、または無宗教である。1,800年頃、 ノイエンラーデには約1000人が住むだけであった。当初人口はゆっくりとした増加であった。1900年に約2000人、1930年代に3000人となった。第二次世界大戦後、多くの難民がノイエンラーデに移住した。1955年に人口は約5000人に達した。 1969年のキュントロープの合併後に7500人となり、地域再編後の1975年に1600人となった。その後人口増加はやや停滞し、現在の人口は12000人ほどである。1905年までの人口はエールドルフによる推定値である。1800年、1900年、1955年の 数字は三定値である。1975年以降は、ノルトライン・ウストファーレン州のデータ管理、統計担当部局の研究値である。ノイ・エンラーデ市長者ノイ・エンラーデの市議会は、32、議席からなる。2014年の市長選挙以降、セティのアントニウス・ビーゼマンがノイ・エンラーデの市長を、務めている。ズガラ、赤と白の3層の市松模様の帯で、 黄色地と白地に上下に分割。上部は赤い衣装を着て黄色の冠を被り青いマントを羽織った聖母の半身。右腕に幼子イエスを抱いている。二人は白い降臨を発している。下部は端から端まで貫く黒い十字である。解説、ノイ・エンラーデ氏は1912年11月25日に公式に紋章を認可された。 死の紋章は、マルクハクの紋章を踏襲し、帯の上に聖母マリアを描いた。この紋章は、16世紀の死教会の講談の貴重像に見られる通り、中世から用いられていた。マリア像が紋章に取り入れられた時期は不明である。1975年に、アフェルン、アルテンアフェルン、ブリントロープを吸収して、町が拡大した後、当初は、 古い紋章が使われていた。1978年に新しい紋章作成の努力が開始された。紋章の基部にはケルン選定校の十字が採用された。これはかつてケルン選定校領に属していたアムトバルベの町を表している。ケルンのハインリヒフスマン教授がデザインした新しい紋章は1979年3月23日に認可された。 ノイ・エンラーでは、以下の都市と姉妹都市関係にある。ビラームバル市の文化プログラムは、ビラームバル、地元の教会、アフェルンの多目的ホールで開催される。2007年に、市の芸術、文化イベントを充実させることを目的とした文化協会が設立された。その業務には、行政管区当局が奨励している、青年プロジェクトも含まれている。 ノイエンラーデには二つの音楽協会がある。ノイエンラーデ音楽協会とアフェルン音楽協会である。またレネタール音楽学校もある。この他の音楽グループとして、1921年に、主にアドルフ・リンケの指導で結成されたタンブール・コルプス、キュントロープ、e ・ EV や福音主義のポザウネン・コール、ノイエンラーデが活動している。合唱分野では、多くのクラブが存在している。 ノイ・エンラーデには、MGV リーダーターフェル、福音主義女性合唱団、カトリックの教会合唱団がある。アフェルンには、MGV リーダークランツ、女性合唱団、児童合唱団、男性カルテットホトブ、女性合唱団サウスランドボイシーズツバイ、バーバーショップイコールアンサンブルがある。アルテン・アフェルンには、混声合唱団のコールゲマインシャフトがある。 1220年から1324年まで、ベーレントロープに、プレモントレ海修道院があった。この修道院は、修道三次会の撤退後農場経営に転じ、現在は、個人所有となっている。道の傍らに、かつてにベーレントロープの農場主、シュニービントケの私有墓地がある。カトリックの教区教会、聖マリアの訪問教会は、1360年に、 成立した。これは、エンゲルベルト三世博が、我らが聖母礼拝堂を封建したことによる。6年後に、この祈祷所は、荒いライバンを備えた教区教会に昇格し、墓地が設けられた。2001年に、教会等に、カリヨンが完成した。ノイエンラーデの福音主義教会には、多くの貴重像で装飾された、説教団がある。この建物は、 建築文化財に指定されている。聖ランベルトゥス教会の有翼祭壇、アフェルン地区には13世紀に石像のカトリック教会聖ランベルトゥス教会がハレンキルヒエとして建設された。ここには1500年から1530年に制作されたフランドル風の有翼祭壇がある。この建物は1985年4月23日に保護文化財に指定された。 ビラームバルは、ノイエンラーで市の中心に位置しており、公園風の庭園に囲まれている。この建物は、1903年に、有限としている様式で建設され、フリードリヒ・ヘルフェルトとイーダ・ヘルフェルトが住んだ。ヘルフェルト家は1933年まで、主に吹奏楽器やアコーディオンを製造、販売する会社を経営していた。1933年からは、 ファーダーラントという商標で自転車製造に転換した。ビラ・ヘルフェルトには、1967年から、バルター・ヘルフェルトが家族と共に住んだ。ノイ・エンラーデ氏は、2000年にこの邸宅を取得し、2000年5月31日に、保護文化財に指定した。ノイ・エンラーデ私立、デマインシャフト基礎家庭学校、ブルクシューレは、福音主義教会、アムバル公園。 市役所に囲まれた町の中心部に位置している。ブルクシューレというソエナは、城の堀に囲まれた島上の広場に見られる防衛施設に由来する。このかつての水木は1355年の町の建設以前から存在していた。校舎自体は1912年建造の古い建物で何度も増築されている。 ノイエンラーでのシュタットブルネンノイエンラーで旧市街に1 9 9 0年に作られたシュタットブルネンは8枚の水盤でこの街の歴史上の重要な出来事を表現している。この泉には都市圏を授けたマルクハクエンゲルベルト3世の像が飾られている。コールベルクのクビートマンス島は展望塔として利用されている。高さ14メートルのこの塔は 1893年に木造の塔として建設され、1986年に鋼鉄製に作り替えられた。アウフデムバルのゲリヒツリンデノイエンラーでの地域はザウアーラントロタール山地自然公園に属す。建物が建て込んだ地区や開発計画の適用地区を除き、自然保護区などのより工事の指定を受けていない限り、景観計画地域に登録されている。市内には、 広さ7ヘクタールのクレフ自然保護区がある。都市公園、アウフデムバルには、樹齢約900年の自然文化財として保護されている下痢リ,リンでがある。中世後期にはここで裁判が行われ、判決が下された。ノイエンラーでは、1355年の都市圏付与に伴い、裁判権を得た。ローデンヘネスベークはこの町周辺をめぐる集会遊歩道である。 全長は約 10.5km である。スタート及びゴール地点は市の西部に位置するビルヘルムス平への駐車場である。中核宿だけでなくキュントロープ、ブリントロープ、アルテンアフェルン、アフェルン地区も通っている。この遊歩道はノイエンラーデ最古の市長ヨハンロインライシェにちなんで命名された。この遊歩道の管理、保全はザワーラント産地協会のノイエンラーデ支部が 行っている。バルト・シュタディオン・とボールケトの間に全長4 3キロメートルの森の学習路が1979年に整備された。その目的は土着動植物の情報提供である。植物、樹木、鳥類、キノコ類について説明がなされている。ノイ・エンラーデ市立公園には2006年9月に町の建設650年を記念してある政党が 寄付した長さ200メートルの歴史の小道がある。これは公園の周囲の道の脇に42枚のブロンズ板を設置したものである。プレートにはドイツの歴史や世界史の重要な日付が刻まれている。その中に、例えば村落屋市が初めて記述されたなどの街の歴史が散りばめられている。フィーアクニーの国境防衛施設ゲーベルンの水木と グーとベーレントロープの近くで1965年に精錬炉が発見された。13世紀に粘土とオードで作られたこの炉は保存状態が良く、鉄精錬の初期形態を物語るものである。炉の半径は5 0トル高さは8 0トルである。専門家はもともとの炉の高さはもっと高かったと推測している。この炉を保護するために1983年に 大屋が建設された。1985年4月26日に技術文化財への登録が完了した。ホーメルトでは2つの小さな丘が見つかっており、おそらく墓丘であるとされている。ノイエンダーでの地域には全体あるいは一部が埋蔵文化財として保護されている。ランファーシュラーでアウフデム、コールベルク、ゲルスベルクの国境防衛施設。 プリントロープのクッシャートとフィーアクニーとの間の国境防衛施設がある。これらの国境防衛施設はマルク・ハクリョウの国境を防衛していた。1998年にかつての城とゲルトフォン・プレッテンベルクの大干渉の考古学調査が行われた。この複合体が町の建設の起点であった。この調査で施設の一部と私壁の一部が発掘された。 調査は特に池上の掘りで行われた。掘り出された土は壁の建設に転用された。この施設には犬走りのほか、壁の厚さが1.7メートルある居住棟が中核施設としてあった。その直径は9.28.6メートルであった。また、15世紀から16世紀の付属建造物の遺構も発見された。キントルプに近いゲーベルーン集落では、 およそ1352年から53年の水木の遺構が見つかった。この水城の遺構は1986年に文化財リストに登録された。城郭広場は角が丸い正方形をしている。直径は30から32メートルである。さらに水堀があった。この城はアルンスベルク博によってマルク博に対する防衛のために建設された。 この施設は早くも1353年にエンゲルベルトに制覇の命令によりゲルトフォンプレッテンベルクによって破壊された。ノイエンラーデのバルトシュタディオンとテニスコートノイエンラーデはコールベルクにウィンタースポーツ施設を有している。この他にノイエンラーデには3つの体育館、スタジアム、バルトシュタディオン、屋外プールと屋内プールがある。バルトシュタディオンは 人工芝の広場、陸上競技施設があり、敷地内には5面のテニスコートがある。屋外プールは、ノイエンラーでの東のフリードリヒスタールにあり、屋外温水プールである。8コースのプール、3メートルの飛び込み台があり、トゥースノイエンラーでやドイツ人命救助協会の水泳部門が、競技場として利用している。このプールは2002年に改修された。 屋外プールのシーズンオフにオープンする屋内プールはニーダーハイデにあり、プールの広さは16.3メートル8メートルである。トゥースノイエンラーデやドイツ人命救助協会の水泳部門はトレーニング施設として利用している。この街の重要なスポーツクラブがトゥースノイエンラーデで,である。このクラブは多彩なスポーツ種目を備えている。例えばハンドボール、バドミントン、 卓球、サッカー、自転車競技、スキー、水泳、テニス、体操などである。1862年に体操クラブが設立され、1905年にサッカークラブが設立された。この二つのクラブが合併してトゥースのイエンラーデが成立した。設立年はエンブレムに記されている。トゥースのサッカーチームはベストファーレンのアマチュアサッカーで重要な役割を になったことがあり、1971年から1979年まで、当時ドイツのアマチュアサッカーでは最高のリーグであった、フェアバンツリーガーに属していた。宿区部にもサッカークラブがある、SSV キュントロープ、SV アフェルン28、SC アルテンアフェルンである。SSV キュントロープは、1965年5月22日に、旅館、ハウスヘレッケスで設立された。 SSV はこの集落で最初のスポーツクラブではなかった。これ以前の1902年10月13日にキュントロパー・トゥルンフェラインが設立され、500人の参加者が地域体操、フェストを開催するなど最初のピークを迎えた。もともとこの体操クラブにはタンバースコルプスもあった。これは1930年代半ばに分離された。 クラブの危機は1935年に始まった。第二次世界大戦でクラブ活動は停止され、1945年以後の活動再開に失敗した。SSV キュントロープ1965の設立後最初の活動はサッカーであった。1970年に女子体操が追加され、その後男子体操が加わった。この両部門は現在も活動している。 SC アルテンアフェルンは1986年4月20日に設立された。14人の設立メンバーはいずれもアマチュアサッカー選手であったが一般スポーツクラブとして設立された。スキー部門は1987年3月13日に設立され、それまでのサッカー部門からこの部門に参加する人もいた。1年後の1988年1月12日に 体操部門が創設された。2008年時点でこのクラブには250人を超える会員がいた。毎年3月17日に、馬市、のみの市、都市の市を兼ねた、ゲルトリュートヒエンが開催される。名前の由来となった成人は、ニベルのゲルトルードである。この祭りの伝統は、1355年に、エンゲルベルト三世博がノイエンラーデに、 都市権を授けた際に都市に3回の市場開催権を付与したことにまで遡る。キュントロープ地区では、ファミリーエンウントドラーヒーエンフェストが開催される。キュントロープではさらに毎年、ルモトライポート音楽祭が開催される。射撃に関しては、長い伝統がある。ノイエンラーで、キュントロープ、ブリントロープ、アフェルンで毎年射撃祭が開催される。 地元に伝わるレシピに基づいて作られる植物香辛料入りリキュールブーバイコールビターはゲルトルートヒエンで飲み小売りされる。このリキュールの歴史はフランツ・フィゲリウスによって初めて上流された18世紀に始まる。毎年ゲルトルート薬局で菓子を小売りするのは1835年の主犯免許にまで遡る。 ブーバイコールビターという名前は、このリキュールが薬つぼねある時のブーテンバフ派家によって上流されていたことに由来する。ノイエンラーでの産業地域この町の産業は、中小企業が主体である。鋳物や電子機器の製造業者、針金及びネジを扱う企業、軽金属や合成樹脂の加工業者などがある。2017年6月30日の 社会保険支払い義務のある就労者3863人のうち95人が農林水産業に2616人が製造業に従事している。商業、交通、流通業に482人、その他サービス業に670人が従事している。ノイエンダーで駅急駅舎最寄りのアウトバームのインターチェンジは 流電シャイト 2A45 号線のイーザーローに A46 号線のインターチェンジがある。地域を連邦道 B229 号線が通っている。鉄道面電ノイエンラーデ線はノイエンラーデが終点である。この路線をウナ方面からフレンデンベルク、ルール、面電ンン、バルベを経由するヘネタール鉄道が運行している。市内にはキュントロープ駅と 終着駅のノイエンラーデ駅がある。ノイエンラーデ駅は2003年3月27日に保護文化財に指定された。バスは主にメルキッシャー交通共同体、ルールジークバス、ノイエンラーデ市民バスによって運営されている。ザウアーラント航空スポーツ協会が運営するベルドールキュントロープ飛行場はキュントロープ地区の東の市境にバルベッシュとまたがって位置している。グライダー、 モータープレーン、模型飛行機などが飛行している。出版社メルキッシャー・ザイトゥングス・フェア・ラークは19世紀末からノイ・エンラーデで刊行されているジューダー・レンダー・フォルクス・プロイントの所有者である。ローカルな情報はカム・オンでのプラットフォーム上でオンラインで読むことができる。ラジオ MK はノイ・エンラーデでは地上波は97.2メガヘルツ。 ケーブルラジオでは9 9 2 5ヘルツで聞くことができる。視聴者は、ノイ・エンラーで中核宿の中央にあり、アルテブルク通り、アムバル通り、ヒンテルムバル通りに面している。多くの重要な公共施設は、ニーダーハイで通り沿いにある、私立図書館、私立ゲマインシャフト本家庭学校の行動青年センター、屋内プール、スポーツ広場である。 これ以外のスポーツ関連の重要な二つの公共施設がフリードリヒスタールの屋外プールとバルトスターリオンである。ニーダーハイデの普通科学校のエンラーデには2校の基礎家庭学校とヘネクベル修霊の他にゼクンダーシュトゥーフェアイの普通科学校がある。ニーダーハイデにあるこの学校は2011-12年に旧本家庭学校の校舎を利用して開校した。 本家庭学校は次の学年に並行した。本家庭学校は、ブルク基礎家庭学校の校舎にあった国民学校が閉鎖されたため、1969年にアウフデア・ニーダーハイデに建設された。自由バルドルフ学園この他に、ノイ・エンラーデには自由バルドルフ学園がある。校舎は2002年7月からレンメルスハーゲンにある。この学校は1997年に、 ベルドールで設立された。バルドルフ教育を基盤とする、この自由学園は、アルンスベルク行政管区の学校教育管理部の監督下にある。2006年、7年の学年から自由バルドルフ、ドルフシューレ・ノイエンラーでは、全日制基礎家庭学校も運営している。ノイエンラーで消防団は、二つの消防隊に分けられ、防火都市の全般的9号になっている。消防団は、 14台の緊急車両と青年消防団の車両1台を有しており、約125人の団員がこれを運用している。大愛消防隊は中核式の防火を担当している。大通消防隊はキュントロープ消防班とアフェルン消防班からなる。小さな特徴がファーストイコールレスポンダーの存在である。これは救助活動や緊急時に投入され、救命部隊が到着するまで、 専門的な初期対応を行う。ノイエンラーデには独自の救急指令所がないため、救命サービスはベルドールシやバルベッシュがカバーしている。ベルドールとバルベにはそれぞれメルキシャー軍救命サービスの救急指令所があり、事故の際にはここから救急車や救命治療医が出動する。この町には病院がなく、最寄りの病院は隣のベルドールにある。警察派出所は、 ノイエンラーデにもある。ここは24時間勤務ではなく、日中のみ警官が駐在している。ノイエンラーデの地域は、ベルドール警察署の管区である。ノイエンラーデの地域は別個の独自の管区として扱われており、警察は、市庁舎内にあり、その職員と車両を利用している。このため、警察のプレゼンス、犯罪率の改善、市民への親しみやすさを達成している。 ありがとうございます。